画面の前の皆様、こんにちは。ベリクラでございます。やっていきましょう。鬼プレイ。しかもこの鬼、新しいスキンです。見てください。なんちゅうまがまがしい牙が出てんだ。まるでマンモス。まるで牙がマンモス。そしてね、甲冑の方も割と、なんかすごいデコラティブになってて、これがね、めちゃくちゃ迫力あるんですよね。まあおそらくサムネとかには載ってるんじゃないかな。なんだ、めっちゃアイテム全員持ってんだけど、これ。ちょっとやばそう。これやばそう。なんか、すげえフルパ感あるぞ。これでいくか。じゃ、メメントいくか。メメント祭りするか。アイテム落とすやつないもんな。落としてけ、お兄さんになれないもんな。鬼はあの鬼で。なんか中国人パーティーっぽい雰囲気があるが。後でプロフィール見てちょっと確認してみよう。やらせていただこう。ちょっと落としてけ、お兄さんはできないんだけど。鬼は鬼でも、あの鬼の方ね。ライト持ち2人。ツールボックス。あともう一人、救急キットだったかなんかな。ツールボックスだったかな。なんだか嫌な予感がしやがる。しかし挑まざるを得ない。この山岡家当主。山岡家さん、この怨霊のパワーをぶつけてみせようぞ。やっていくでござりまする。日本語芝居。ちょっと後で。ほら、これ見て、すごいでしょ。何？鎧に顔がある。しかも怒りの聖樹が来ましたね。オブセッション状態に戻った人。あれなんだ。おー、ライトハーゲー。やるじゃんか。まあ、案の定ね。大体、ハゲはライト持ってるっていうね。大体、ハゲは光ってるっていうね。ああいうね、定説があるんですが、奥に行くよね。まあ、間違いない。で、なおかつ、おお、指さしてる。指さしてからライト、いい煽りじゃねえか。声が聞こえてんだよ。多分もう一回小屋に行くだろうな。小屋行ってんだよ。見せかけていいかな。まあそうだろう。大体自分がやばくなってくるとね、ライト当てなくなってきますからね。大体ライト持ちの人って最初は威勢がいいのよ。ちょっとピンチになるとね、もうライト使わないから、ね。降りるよね。すん！まったく、人を指さしちゃダメだって。習わなかったのか。あれちょっと待って、ハゲじゃなくなってる。いつの間にかハゲ向こう行ったか。仕方ねえ。ハゲが私を呼んでいる。見えてんだぞ、おい。今回の私のウルトラレアードボンは、透けて見えるやつ大。あ、引っかかった、これ。やるね、まだ余裕あるね。しかし音を聞く。こっちだ。間違ってはいない。そういうことだ。ほい。よし。メメント大将だぞ、ハゲ。あ、やば、くる。おっ、ちょっと、あ、ダメね。日本人サバイバー、優位だったか。まったくライトはヘッドライトだけにしとけ。クリア。もしや、もがき速度アップのやつつけてる。でも、あれ、30% だったんですよ、ベータの時は。30% 上がる。何してんの？上がるやつだったんですけど、20% になりました。やっぱ 30% 強すぎたね。さあ、これ釣った頃に助けられるんじゃないか、ハゲが。指さしたハゲは即メメントだ。容赦ないぜ、今回は。今回容赦ないぞ。イエス！さらばだ。どうだ、この、これが、
人を指さすライトマンの下か。あ、どんとこどんとこ。いや、いいね。新衣装いいね、やっぱ。あそこでもやってますね。オーブに触れている。状態だぞ。あらよ。読んでいるんだ。ツールボックスのぶちゃんよ。あ、届かなかった。そっち側か。どうやってかましょう。その奥にも逃げてんの。スイッ。あ、よいしょ。あ、壊しちゃう。いいね。爽快だね、金棒ね。さあ、閉じられたぞ、窓枠。ここにももう板がない。間に合うか、私。あ、この野郎。ちょ、ここで声が聞こえる。ここで声が聞こえる。降りた、降りた、降りた。いいやるじゃねえか。こっちへ行こう。ここで下手なも駆け引きしない。普通に回っちゃうわ。下手な駆け引きするほど私はおらもう肉体でぶつかっていく脳筋プレーだ。意外とこのね、脳筋プレーがね、相手にとって嫌がれることも多いんで、ね、これあ、デッハか。おー、デッハか、なるほどな。了解した。ツールボックスのノブちゃんはデッハだと。もうここは痛がねえぞ。捕らえた。ライト、ウーメンが来そう。来た。なんつーても、連携力のある、パーティーとかはね。で、さらにライト持ってると、一人が、ね、ジェネを触らないんだよ、ね。あんまり。というのも、あの、ライトスタンを強引に狙おうとしてくるんで、基本的に、一人も、あの、役に立ってないんですよね。発電機。もちろん、あの、ちゃんとスタンができれば、もうそれはね、あの、チームにめちゃくちゃ貢献できるんで、まあ、素晴らしいプレイなんだけども。そうはさせません、私が。ライトウーメンよ。残念ながら。もうライトを持っている人はいないので、普通に持っちゃいます。ここにしちゃいましょうか。あ、よいしょ。あそこに見えるね。あれ、ここにもいた、おしゃれなノブちゃんが。あらよ。いただきましょう。ここでも見えてんだよ。オーブが代わりに溜まってますね。どれ。ここでちょっとめめんとしてもいいんだけど、点数稼がせていただきましょう。あの、即めめを全部してるとね、全員にしてると、ランクも落ちるし、経験値も大して手に入らないんで。これいるやろな。半分越したんで、ちょっと走ってみましょうか。あれ、あ、二人とも死んじゃった？発戦？もう。まあいいでしょう。もうここは、スピード勝負。なんとなく示し合わせたかのように死んでいったか。気のせいじゃないだろうな。もう、はっ、ん？向こうか。ちょっとハッチを探すのを優先した方がいい気がするね。まあよいしょ。まあ、この機動力で見つけるしかないわ。たまにこの上にあったりするんだけど。おお、オッケーオッケーオッケー。よし、偏ってる。ゲート偏ってる。これありがてえ。いるわけないよね。あの、向こうにドーンってなってたんで、あの、ルイン壊してたんでしょうね。おっと、オーブに触れている。これはありがてえ。はいよ。やりましたね。さすが知能オーブだ。最強じゃねえか。あ、回線切り。どうやら6日から回線切りに対してのペナルティが、追加されるらしいです。
基本的に回線切りすると、そのこうすぐもうマッチに行けなくなると。でそれが続けばどんどんその伸びていく、マッチにアクセスできない状況が、時間が伸ばされていくっていうようなペナルティになるらしいですね。うん、まあ、それが6日から実装ということなんでね、皆さんお気をつけください。それではね、よかったら評価の方どうぞよろしくお願いします。皆さんの良きゲームライフの方に乗っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録、画面のボタンからベルマークを押すと動画更新時に通知がいきますので、チェックしてみてください。